おじゃ、アンゴロです。10万円分のビットコインが当たる抽選会は明日6月16日に応募を締め切ります。動画の最後に応募方法を説明するので、投票がまだの方はぜひ投票してください。出来事ランキングに入ります。第2弾。ブロックチェーン用語を日本語にしてみる会、結果発表。このイベントは、暗号資産という名前が怪しいからステーブルコインって言った方がよっぽどステーブルに聞こえない?という麻生大臣のアドバイスを受けて、ブロックチェーン用語を分かりやすい単語にするために開催されたイベントです。対象のブロックチェーン用語はこれです。と。暗号資産、ステーブルコイン、トークン、ステーキング、ブロックチェーン。一つの用語につき150を超える応募があり、面白い名前がたくさん出ました。用語対象を見てみましょう。まず暗号資産はこれです。と。デジタルコイン。なるほど。馴染みやすそうないい名前ですね。次に、ステーブルコインはこれです。と。法定通貨連動型電化。電化。次に、トークンはこれです。と。スマート帳票。次に、ステーキングはこれです。と。デジタル預託。次に、ブロックチェーンはこれです。と。対改ざん性分散型記録簿。長いね。以上が用語対象です。真剣に考えられた丁寧な用語が揃いました。次に特別賞に入ります。暗号資産はこれです。と。儲かる金。価格変動を利用した売買で稼げるから儲かる金という名前だと思います。次にトークンはこれです。と。おはじき。おはじきって指で弾いて遊ぶガラス玉のことかな。次にステーブルコインはこれです。と。代替安定通貨。きたー。アンゴロの投票が見事特別賞を受賞しました。アシオビー。代替安定通貨はほとんど通貨と一緒という意味の代替と、自国通貨がインフレに襲われた時の資産の貸し下げだけでなく、代わりの通貨になるという意味の代替の二つの意味を込めた代替安定通貨です。次にステーキングはこれです。と。焼肉王。ステーキとキングを合わせてステーキング。訳すと焼肉王。次にブロックチェーンはこれです。と。サトシネット。ビットコインを開発したサトシ中本の名前を取ってサトシネット。このように特別賞は興味を引く面白い用語が揃いました。以上がブロックチェーン用語を日本語にしてみる会の結果発表です。今後は用語対象をどのように普及させるのかがポイントになりそうです。そして、第1位は、通貨暴落に起こったレバノン人、中央銀行に放火。代替資産としてビットコインの人気高まる。レバノンポンドは今年1月と比較したら 230% 下落している。なんだって?レバノンはここです。と。中東にある国でイスラエルとシリアに隣接しています。人口は約700万人。レバノンといえば日産のカルロス・ゴーンが保釈中に日本からレバノンに逃亡したね。日本人が中東と聞いて抱くイメージは気温が高くて砂漠が多くて戦争が絶えない危険な場所のイメージがありますが、すべての国がそうではなく、レバノンは自然が多く安全な方でコロナ以前は普通に観光できました。フランスに統一された影響でレバノンの首都はフランスのパリの街並みに似ている美しい街になり、中東のパリと呼ばれています。そして今回レバノン人が自国通貨の暴落に起こって中央銀行に火をつけました。レバノンの法定通貨レバノンポンドで貿易を安定させるために長いこと固定相場制が取られています。固定レートは1ドルイコール1500レバノンポンドです。チャートだ。これはレバノンポンド建てのドル価格のチャートです。レバノンポンドには政府が定めた固定レートと闇市場で取引されている実勢レートの2種類があります。チャートは実勢レートの方です。この取引所では2019年7月31日までは1ドル1515レバノンポンドで取引されていて、
2019年後半からレバノンポンド安が進み、2020年1月1日は2120レバノンポンド。4月からレバノンポンド安が加速し、6月12日に5300をつけました。公定レートから 71% ダウン。2020年1月の価格からだと、61% ダウン?例えば、100万円持っていたら半年で39万円の価値に減っていたイメージです。インフレが加速したので、レバノン人は預金を引き出してドルや金などの安全資産に変えたいところですが、銀行が出金制限をして1週間あたり数百ドルしか引き出せなくなっています。日本円で言うと1ヶ月あたり14万円だけ引き出せるイメージです。それは困るね。では、レバノンポンドの暴落と崩壊はビットコインを爆上げさせるのかを予想すると、それは、織り込み済みと予想します。では、レバノンの経済危機と崩壊は今に始まったことではないからです。レバノンの経常収支と、これは1980年から2020年までのレバノンの経常収支のバランスと、2020年以降の予測です。なんと1980年代に1回プラスになってきり、ずっとマイナスが続いています。約40年間の赤字。最近はマイナスの勢いが加速しています。財政難にあえぐレバノン政府は、2019年にスマホアプリの通話に課税すると発表して、それに怒った国民は放火しました。政府はドル建ての国債発行して経済を立て直そうと頑張りましたが、2020年に危機的なドル不足に陥り、3月8日に国債の返金を保留することを発表しました。つまりレバノン初のデフォルト。そしてガスやネット環境などのライフラインの供給がカットされる噂が流れて国民の不安が募り、格差の拡大と政治腐敗に起こった国民は放火しました。コロナ対策の都市封鎖や外出制限が景気悪化に拍車をかけていて、レバノン人の貧困率は 50% まで上がる見通しになっています。そして今回レバノンポンドの暴落で国民が抗議行動し火がつけられました。このようにレバノンの金融危機と国民の抗議活動はだいぶ前から始まっているので、市場への影響はすでに織り込み済みと考えられます。チャートと、これはビットコインの冷やしチャートです。2020年6月1日のビットコインの価格は110万円。レバノンポンドが1ドル4000を超えたのは6月3日。ビットコインの価格には影響はありませんでした。1ドル5000を超えたのは6月11日で、ビットコインは上がらずに逆に105万円から97万円まで下落しました。このようにレバノンポンドの暴落と崩壊はビットコインの価格に直接的な影響はありませんでした。まあレバノンの経済規模は他の国に比べて小さくて、3月にデフォルトした時も世界の金融市場への影響は限定的だったので、今回の通貨暴落もそこまで心配する必要はありません。そもそもレバノン人で暗号資産にアクセスしている人はどのくらいいるのか。ずっと、これは国ごとのビットコインの合法違法を表した地図です。緑色は合法、赤色は違法です。レバノンは緑色なので合法に分類されています。しかし2013年12月にレバノン政府は国内の金融機関や取引所に対して暗号資産の使用禁止を命令しています。またクレジットカードでビットコインを購入するのも制限されているのと、レバノンの国民は週に数百ドルしか預金を引き出せない。このような状況からレバノン人にはそれほどビットコインは普及してなそうですが、ビットコインに投資するレバノン人は取引所を使わずにピアツーピアで直接ビットコインを取引しているという話もあります。レバノンにビットコイン決済ができる店はあるのか気になるところです。いずれにせよ、ベネズエラやアルゼンチンのように金融危機が起きて急激なインフレに襲われた国では自国通貨を持っているだけで貧乏になっていくので、金などの現物資産の需要が高まるのは間違いなく、暗号資産もその一つになる可能性はあります。国ごとの法定通貨の暴落が暗号資産に与える影響を今後も注意深くチェックしていきます。以上、出来事ランキングでした。暗号6万長者研究サイトではビットコインが当たる利益還元イベントを開催しています。ビットコイン大抽選会。ビットコイン大抽選会はビットコインの63万5000ブロック目の取引量に一番近い数値を当てた人に10万円分のビットコインをプレゼントするイベントです。現在のブロック高は634735。あと約2日で当選者が決定します。明日6月16日のどこかで応募締め切るので、投票がまだの方はぜひ応募してください。
応募方法を説明します。説明欄の1リツイートをするをクリックするとこのツイートが表示されます。アンゴロのツイッターをフォローしてない人はアンゴロの名前にカーソルを合わせてフォローをお願いします。次に画面下の丸い矢印を押してリツイートをしてください。続けて吹き出しマークを押して予想の数字を送ってください。これで応募完了です。説明欄の2投票状況から投票一覧が確認できるので、一覧に自分の投票が追加されれば正常に応募できています。投票一覧に追加されてない投票は無効になるので注意してください。詳しいルールは投票状況のページに書いてます。誰でも参加できるので、ぜひ投票してください。この動画が面白かったらグッドボタンをなんとかお願いします。富をもたらす暗号資産を見極めるためにチャンネル登録をぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。